はい、皆さん、こんばんは。こちらは、筑波大学のアラン・ヤクラウスで、これは、プログラミングチャレンジ GB21802 コースの、第2週データコースです。では、先週のクラスで、プログラミングチャレンジって何ですか？それとも、プログラミングチャレンジの、解くときに、どういうふうな考え方が必要かって言いましたが、今週からもう少し具体的に、アルゴリズムとか、プログラミングのテクニックとかについてお話したいと思います。今回の授業が、データ構造です。まあ、プログラミングチャレンジだけではなくても、どのプログラムを書くときにも、データ構造がうまく選ぶと、プログラムの、実装の安さ、どれぐらい、実装しやすくなるか、あとはこのプログラムの、どれぐらい効率いいになるのか、大きな影響があります。ですので、この授業ですと、いくつかのデータ構造を復習して、でそのデータ構造がどういうふうにプログラミングチャレンジに使われるかを話します。教科書でフォローしている方には、この授業が、コンペティブプログラミング本の第2章をカバーしています。あと、この科目は、理論の科目ではないんですので、今日はなんかそのデータ構造の理論ではなくて、もっとなんかそれよりも、どういうふうにプログラミングチャレンジ、つまりどういうふうに短いプログラムでデータ構造を使えるのかを教えたいと思います。この授業の最後に、2つのデータ構造の使い方、そして実装を連絡します、教えますが、その他はただこのデータ構造があります。この時に使います。このデータ構造があります。この時に使います。ぐらいの、授業となりますので、ぜひ、見てください。始まる前に、ちょっと先週の、問題についてを、少し話したいと思います。ここは、今もう見知ってるの、プロブレムモニターになりますので、この授業の、76人の中で、ほとんど皆が、問題を解けているみたいですよね。3N プラス1が、65人が解けましたし、コストカーティングが70人とか。で、あと4問題分ぐらい、60人ぐらいが解けて、で、一番少ない、一番少ない問題のはなんかそのトラフィックライツでも20人ぐらい解けました。結構いい、パフォーマンスだったので、皆さん、引き続き頑張ってください。なお、先週の問題についてなんですけど、気になるところが、このジョーリー・ジャンパスですよね。ジョーリー・ジャンパスが33人しか、解けてないんですが、そんなに難しい問題ではないんですよね。ぜひ、ジョーリー・ジャンパスがリストの最後になるので、一番難しいと思っている方もいると思いますが、それではなく、一度すべての問題を読んで、どの問題が難しいか、どの問題を簡単か自分で判断してください。それも、あと、問題の文章を読んで、どれくらい難しいかどうかを理解して判断することは、とても重要なスキルですので、ぜひ、やってみてください。あと、一番少ないトラフィックライツについてを少し話したいと思います。トラフィックライツがこの問題になるんですが、トラフィックライツは、わかりやすい問題で、いくつかの信号があって、それぞれの信号が青、黄色、赤になる時間がそれぞれを変わります。例えば、信号3つを考えると、1、2、3。で、信号1が、10秒のサイクルで、最初5秒赤で、
次は5秒黄色で、で次10秒がグリーンの感じとなります。ですね。あ、すみません、逆ですね。ああ、これはどうだな。OK。じゃあ、最初5秒青で、5秒黄色で、10秒赤。で、第2信号が3秒に、3秒は5秒以上ですね。じゃあ10秒ですると、10秒青で、5秒黄色で、15秒赤。で、こうすると、例えば、一番最後が20秒で、青が15秒で、黄色が5秒で、赤は25秒。で、こういうふうな情報でと、一番最初に0秒の時点で、すべての信号が青です。で、次はまたすべての信号が青になったときに、いつになるんですかね。これはもう少しきれいに書いてみると、この問題が、実は1秒1秒ずつでシミュレートするしかないんですよね。信号1が10で、ここが5秒で、ここが5秒で、これは10秒で、また青になるのは20秒となります。で、2つ目が15ですので、また青になるのは30秒で、で、3巡目が15。で、ここが5。で、ここが20ですね。また青になるのは40秒後です。で、これが、ここから始まるということですね。ここからシミュレーションは始まって、フォア分で1秒ずつ、それぞれの信号がサイクルのどこにあるのか。これはなんか簡単に、この t がタイムであれば、t モデュル、このサイクルかける2、n かける2。で、わかると、この t モデュル、n かける2であれば、0から n-5 が、これは青ですね。で、n-5 から n までは、これは黄色。で、n から 2n まで赤になりますので、この、どの時点で、すべての、信号が、モデュールをすると、0と n-5 の間にいるのかをテストすれば、この問題を解くことができます。ですね。これは全部ディスカートして。つまり、この4は、t イコール min。で、このミニムが、一番最初に青になった時点ですね。で、t マイナス5時間がリミットだったので、t プラスプラスで、で、for each sign、それぞれの、信号で、is sign is t module sign cycle、t モデルサインサイクルがイコール0から n-5。すべての信号が、t を信号のサイクルをモデルすると、
0と n-5 の間であれば、その信号が青になりますので、それはすべての信号をテストすると、この問題を解くことができます。ですね。ですので、ぜひ、まだすべて問題を解いてない方は、トラフィックライツとジョリージャンパーを試してみてください。はい。あと、まあ、今週が、授業が火曜日と土曜日がありますので、結構、重ねますので、とりあえず、まあ、見てる人もいると思うので、第2週と第3週と第4週の問題をもう公開しました。まあ、ここで見てる通りに、もう解け始めた人がいますので、ぜひ、時間がある間に、早めに課題を解くと、その後で、その時間は他の科目の勉強もできますので、ぜひ時間をうまく使いましょう。では、この授業は、まあ、データ構造を話すために、まずデータ構造のモチベーティング課題を話します。前回の授業では、その8クイ問題について少し話しました。まあ、覚えてるかと思いますが、ボード、N×N のボードサイズに、いくつか、のコンフィギュレーションで、すべてのクイーンを、置くことができます。を示したいですね。まあ、ここでわかると思うんですけど、クイーンが、チェスのクイーンが縦横と斜めで攻撃ができますので、このイメージで見ると思うんですが、すべてのクイーンが縦横と斜めで、お互いに攻撃はできない。で、このようなコンフィギュレーションがいくつかあるのかをカウントしてほしい。まあ、プログラムの概要がこれみたいに、フォア文で、すべてのコンフィギュレーションを探して、で、コンフィギュレーションをテストして、テストで、8クイーンがお互いに攻撃ができない場合だと、このカウンターを出します。ですが、そのコンフィギュレーション、まあ、先週も言いましたんですけど、このコンフィギュレーションの数え方によっては、この問題、このプログラムの効率が、激しく変わります。まあ、これはもう一つ、なんか、違う方法で言ってみると、コンフィギュレーションをどのデータ構造で保存しておけばいいのかっていう考え方もあります。ですね。つまり、なんかどういうふうにその、コンフィギュレーションの情報を保存します。3つのアプローチを紹介しましたですね。アプローチ1がデータ構造から考えると、それぞれのクイーンによっては、その行と列を保存します。例えば、コンフィギュレーションがアレイに入ってて、それぞれのコンフィギュレーションがこういうふうな、AH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 、8かですね。で、第2のコンフィギュレーションが AH、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 A になります。第3のコンフィギュレーションが AH、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 A3 などなどです。これを、まあ、こういうふうなデータ構造で全てのコンフィギュレーションをリストするために、N の N 乗の2乗がかかります。ですね。ここが、これは8とこれは8ですので、このコンフィギュレーションが、N の2乗になります。で、ここも、クイーンが8ありますので、N の2乗の N の N の2乗となります。結構相当大きいですね。ただし、これを見てる通りに、AH、AH、AH、このすべて A 行に入っているクイーンが必ず、安全なコンフィギュレーションではないですので、その、行を消すと、このコンフィギュレーションの数を激しく下がります。これは、アプローチの第2。それぞれのクイーンを一つの行 A, B, C, D に固定する。固定するとデータ構造には行のデータをも
入って、あと入らなくていいということですね。ですので、このデータ構造が、それぞれの国に対して、列だけ書けば結構です。ですので、このデータ構造がアレイの中でアレイを配って、それぞれのアレイが、ハッチのインタジャーだけを入れれば結構です。例えば、configuration0 が00000、つまり、それぞれのクイーンが違う列に、違う行にいますが、すべて同じの列。で、configuration1 が、ラストのクイーンが列を移行されます。configuration2 が、ラストのクイーンが列を移行されます。ですね。まあ、前回もお話しましたけど、これは、n の n 乗ですね。なんか8クイーンの中で、それぞれ8ですので、8×8×8×8。n の n。n の n 乗になりますが、こういうふうになりますが、なんていう、これは、まあ、見てる通りに、それぞれ、すべてのクイーンが同じ列になってますので、これもなんかもったいないですので、列と行がそれぞれ変われば、もっと、レプレゼンテーションが少なくなります。それはアプローチさんですね。それぞれの国に、行を固定します。まあ、これはアプローチと同じです。で、それだけじゃなくて、それぞれのコンフィギュレーションが、クイーンの列の数字ではなくて、列の数字のパーモテーションです。つまり、クイーン0が0列にあれば、クイーン1は必ず0列にいない。クイーン2が必ず0列にいない。とかですね。これはどういうふうにデータ構造で表示できるのか。まあ、一つの方法が、ストリングですね。文字列。文字列で保存。なんで文字列かというと、文字列で、そのクイーンのそれぞれの列で保存すると、あと C++ の STL のアルゴリスムの中で、next permutation っていうクラスがあります。この next permutation が、まあ、文字列に対して、その文字列のパーミュテーションをどんどん変わっていくことができます。これは、あ、コードがなかったですね。なんか、これは、まあ、C++ のストリング next permutation で調べるっていくと、こういうのストリングが next permutation で続いていくと、すべてのすべてのコンフィギュレーションをテストすることができます。これは、まあ、先週も見ましたんですけど、こういうふうに、このデータ構造でパーミュテーションをストアすると、これは、4万ぐらいのパーミュテーションだけですので、まあ、それは全てをテストするのは、まあ、コンピューターの速度の中では、まあ、あり得るスピードですよね。ですので、プルーニングということは、なんかアルゴリスムの考え方だけじゃなくて、プルーニングするときにデータをどういうふうに保存するのかをとても重要なこととなります。これは、課題例1です。課題例2が、ハノアの塔の問題。ハノアの塔の問題は皆さんは知ってますか？ハノアの塔の問題はこういうなイメージで見てるとおりに、3つの塔があります。塔 A と塔 B と塔 C ですね。で、塔 A でこのディスコが並んでいます。上のディスコが小さいで、下のディスコが、大きくなります。これが、どういうふうに進む問題かっていうと、こんな感じです。まあ、3つの塔で、A 塔と B 塔と C 塔。で、3つのディスコだけ考えると、3、2、1。ハノアの塔のルールが、大きなディスクが、小さいディスクの上に大きなディスクを置いてはいけません。ここは見てる通りに、ディスク3の上にディスク2、ディスク2の上にディスク1があります。ですので、ディスク A からディスク B、1を移動すると、コンフィギュレーションはこんな感じになります。A、B と C だと、ディスク3がここにいて、ディスク2ここにいて、ディスク1はここにいます。で、
このコンフィギュレーションからどのコンフィギュレーションに行くことができるかというと、まあ、このディスク、次はこのディスク2を移動すると、ディスク2は A から B を移動することはできません。なぜかというと、ディスク1は小さくて、ディスク2は大きいですので、上に置くことはできません。ですので、ディスク2は C に移動することは可能です。で、このコンフィギュレーションに、このコンフィギュレーションか、1からコンフィギュレーションに行って、このコンフィギュレーションに、コンフィギュレーション3で行くと、あと、このディスク3が B に移動することができないし、C に移動することもできない。A にはディスク3があって、B にはディスク1があって、C にはディスク2がある。ですので、ディスク1は C の上に移動することができます。ですね。で、これを続くと、A は3、B、ディスク何も入ってないし、C はディスク2と1と。で、このルールで、塔から塔へディスクを移動することができます。ハノアの塔の目的が、A からすべてのディスクを C に、移動することです。ですので、次は、3が B に移動して、1は A に移動して、2は B に移動して、です。1は B に移動して、次は1、2、3っていう動きができます。で、それを繰り返して繰り返して、すべてのディスクを移動することができます。では、このルールが分かると、その A から C にすべてのディスクを移動する、アルゴリズム、プログラムを書くことが必要です。それは、どういうふうにこの問題に対して、どのデータ構造でこの問題の状態を保存することができる。ちょっと考えてください。はい。ビデオポーズして考えている方は、いくつかのアイディアが現れたと思います。例えば、3つの文字列で、A と B と C で、それぞれの塔に、どのディスクが入っているか、どのディスクが入っていないか、とかですね。あと、まあ、ディスクのポジションですよね。一つの行列で、ディスク0、ディスク1は、ABC、ディスク2は ABC、ディスク3は ABC、ディスク4は ABC とかですね。いくつかの、データ構造が考えられる。まあ、それぞれのデータ構造が利点と欠点があると思いますが、一番考えないといけないところが、そのデータ構造があれば、ディスクの動きはどういうふうにプログラムできるのかですね。まあ、ここは、とても面白いデータ構造を紹介したいと思います。それは、このグラフです。このグラフをよく見てください。このグラフが、すべての可能な状況を表しています。例えば、すべてのディスクは A にいると、3ディスクの場合ですね。AAA の状態になります。で、一番小さいディスクを動くと、グラフのその、まあ、すべては A にいると、一番小さいディスクは B に移動するか C に移動するかしかできないんですね。例えば、ここは B に移動すると、こんな感じになります。C に移動するとこんな感じになります。で、一番小さいなディスクは C にいた場合だと、あと真ん中のディスクと一番大きなディスクは A になります。この状況からどこで行くのか、まあ一番小さいディスクを B に移動する。それとも、真ん中のディスクを B に移動するんですね。BAA と CBA。で、また一番小さいディスクが C から A に移動すると ABA に、グラフの ABA に行きます。まあ、これを見てる通りに、このグラフの辺を
沿っていくと、カノアの島のすべてのステートに行くことが可能です。ですので、このデータ構図、このグラフを持つと、A から C まですべてのディスクを移動する問題が、このグラフの最短経路を見つける問題と同じ問題です。これはなんか、難しい問題の解け方の一つのコツです。なんか、この問題が難しくて解け方がわからない。ですが、この問題が他の解け方がわかる問題に移動するデータ構造を見つければ、その解け方がわかる問題のアルゴリズムで問題が解ける。なんか、グラフの中で、最短経路を見つけると、なんかその重みのないグラフの最短経路を見つけると、まあ、皆さんが知ってる、幅有線探索で解くことができますよね。ですので、なんか、あと、新しいアルゴリズムを作るではなく、まあ、この問題をグラフで表示して、グラフで調べることができます。これはまあ、あと、ここのメッセージが、データ構造によっては、課題のアルゴリズムが変更することが可能です。ぜひ、解き方がわからない課題が出たら、この問題転換の考え方を試してみてください。では、初回問題の最後の問題です。これは今週の課題の一つです。アーミーバディス、UVA12356。アーミーバディスはとても面白い。あと、あまり難しくないけど、解け方はすごい面白い問題になります。この問題は何かというと、人の線があります。1234S までですね。で、その人の線の後に行くの後には、そのクエリー、K のクエリーが来ています。これはちょっと描いてみると分かりやすいかもしれない。ここですね。まあ、人の線があって、例えば10まで行く、7まで行くと、1、2、3、4、5、6、7。で、このクエリだと爆弾です。例えば、クエリ1、2から4っていうことですのですかっていうことは、2から4のライン、ラインが爆弾になりますので、いなくなります。ブーン。で、次、は、6と7。6と7だと、ここが爆弾します。あ、すみません。6と7ですね。ここが、なくなります。こんな感じになりますね。それぞれのクエリの後に、そのクエリの一番右と一番左を表示してほしい。例えば、クエリ1が1、2から4ですので、2の一番右が1。2の一番左が5。ですので、アウトプットが、ここ見ているとおりに1と5となります。クエリ2が6と7。6と7がいなくなると、一番右が5。一番左はないから、まあ、この印が、言えます。で、このクエリ1と1を見ましょう。1と1、まあ、1はいなくなるときだと、まあ、一番右がない。で、一番左はここないですけど、ここもない、ここもないですが、ここは5がいますですね。だから、アウトプットが0と5です。では、この問題はどういうふうに解くことができますか？ビデオパーズして、少し考えてみてください。じゃあ、続きましょう。まあ、この問題の、この課題の、問題になるところが、まあ、ここを見てるとおりに、この人たちがいなくなると、1と5が隣同士になりますので、そのつながりを、表示しないといけません。
ですね。まあ、そのつながりが変わっていくっていうデータ構造を考えると、まあ、それは、リンケードリストですよね。なんか、プログラミング入門で学ぶと、リンケードリストですので、1の左は2、2の左は3、3の左が4。で、いなくなると、その真ん中の、セールをカットして、1の右が4、4の右が1。まあ、これは、まあ、答えが、正しい答えが出るんですけど、こういうふうなプログラムを試してみる、送ってみると、タイムリミテッドエクシデドが出てきます。時間切れです。なんで時間切れが出るかですね。まあ、アルゴリズムはこんな感じになります。この人の並びは、人のリストがリンケドリストとして表示する。で、それぞれのクエリで、リンケドリストの中で、第1の人と第2の人を調べます。これは N ステップがかかるんですよね。N 人がいて、1、2、3、4、なんかそのリンケドリストだから、一つずつを歩くことが必要ですので、N ステップがかかります。で、M クエリがありますので、それぞれのクエリに対して N ステップが繰り返しなきゃいけないですので、このアルゴリズムが NM ステップにかかります。NM ステップがそんなに大きく見えないと思うんですけど、問題文をもう一度読むと、S、つまり人の数と B、つまりクエリの数が最大10の5ですので、10の5かける10の5が10の10。で、10の10だけじゃなくて、いくつかの係数がありますので、10の10のかける K。ですので、これは、まあ、1秒で書く、解くのは、ちょっと遅くなりますね。じゃあ、もう一つの解く方がありますか。まあ、ヒントとしては、問題なのは、一つずつ歩くと、時間が間に合わない。ですので、例えば、100人目、をチェックしたいときだと、1、2、3、9じゃなくて、直接100人に行きたい。ですね。だけど、リストが変わっていく。ね。真ん中の人がいなくなりますので、それは、どういうふうにチェックすることができますか。じゃあ、答えを見ましょう。まあ、前の回答の問題は、すべての人を調べることは N をかかります。N じゃなくて O of N で、それぞれの人の場所を調べたい。そのためにインデックスを使うことは重要です。あとは、それぞれの人に対して左の隣さんと右の隣さんのインデックスもキープすることが必要。ですので、アイディアとしては二つのネイボーアレイを使います。右のお隣さんのアレイと左のお隣さんのアレイ。初級状態はこんな感じですね。まずは0、1、2、3。0の右に1がいます。1の右に2がいます。2の右に3があります。3の右に誰もいないからマイナス1。で、逆に左の隣さん。0の左はマイナス1、1の左は0、2の左は1、3の左は2。ですね。で、例えば、1と2に爆弾があって、1と2がなくなります。その時だと、2の右の隣さんが0の右の隣さんになります。で、1の左の隣さんが3の左の隣さんになります。このアップデート、このチェックも O of 1かかりますし、このアップデートも O of 1にかかります。そうすると、それぞれのアップデートが O of 1になりますので、このプログラムのコストが O of N だけです。では、みんなを考えてほしい質問。この R と L をこういうふうにアップデートするときに、どのプログラムを書けばいいでしょう。まあ、R をアップデートすると、L をアップデート。まあ、右をアップデートすると、左をアップデートするのは、
それぞれ1行でアップデートできますので、ぜひ考えてみてください。では、これはイントロダクションの終わりとなります。見てる通りに、データ構造の選択によっては、いろいろな、データ構造の選択はとても大事な選択となります。正しいデータ構造を選ぶと、なんかそのアルゴリスムのタイムコストとメモリコストが変わります。あとは、プログラムの、実装が簡単になったり、あと難しくなったりします。ですね。プログラミングコンテスト、西洋のヒントとしては、できるだけポインターを使うデータ構造を使わないようにしましょう。なぜかというと、早くプログラミングしているときだと、ポインターは見つかりにくいバグの原因となりますので、できるだけポインターを使わないようにしましょう。あと、ポインターを使うと、なんかそのポインターのヘッドとか、そのセンティネルとかを作らないといけないですので、それもなんかプログラムがどんどん複雑になっていきます。あと、ここのアーミーバーディスのヒントとしのように、大きなストラクトルじゃなくて、複数のインデックスを使いましょう。そうすると、それぞれのデータストラクトルが、ライブラリ通りのデータストラクトルを使いますので、プログラムが、わかりやすくなります。もちろん、身近なプログラミングチャレンジの課題じゃなくて、あと、大きな企業用のプログラムですと、その大きいストラクトを使いたいと、使うのが、の方が、プログラムを処理しやすくなりますので、整理しやすくなりますので、何をプログラミング、何の目的にプログラミングしているのかによっては、それもなんかそのデータ構造の選択がとても重要なので、このプログラムは何の目的なのか、このプログラムを誰が読むなのか、このプログラムはまた使うなのか、すべてを考えながら、データ構造を選びましょう。あと、とても重要なことなんですけど、自分の好きな言語、Java とか Python とか C++ とかの、ネイティブなデータ構造の使い方を学びましょう。では、これは、イントロダクションのビデオの終わりです。次は、そのデータ構造についてをもう少し詳しくお話したいと思います。ぜひ、ご覧ください。